源氏物語、源氏物語の登場人物、富士式部、進む富士式部、進むとは、源氏物語に登場する架空の人物。第2条、母木木巻の中の甘夜の品定めと呼ばれる場面に登場する過去の女性体験を語る4人の人物の一人である。その故障は、藤原氏であり式部、進むの会議にあることに由来するものと考えられるが、 源氏物語の中ではここのみに登場する人物で、経類などは一切不明である。賢き女と呼ばれる女性との経験を語る。藤式部進むが文章生であった頃に主として学んでいた文章博士の娘のもとに通うことになり、父親である博士公認で正式な結婚を前提に付き合うことになった。その娘は才能ある人で、 警防の語らいにも監視文を作ることなど朝廷に使えるのに役立つ学問的なことを教えてくれて感謝していたが普段の語らいの中でも学問に関する問いかけをされることがたびたびありそれに答えられないことがたびたびあったため心休まる妻としては考えられないようになり次第に通う感覚が長くなった久しぶりにたまたま訪れた際今は 風のため薬草を服しているので体から臭い匂いがする。匂いが抜けた頃にまた来てほしいと言われたのを強引に会うと、ものすごい匂いがしたので逃げ出してしまいそうきりで関係が切れてしまった。富士式部、進むのモデルについては以下のようないくつかの説が唱えられている。本文中では富士式部、進む、式部、富士式部大輔等と表記されている。 ありがとうございます。